こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、輪切りレモンの中身。なんかね、果肉感たっぷり輪切りレモンのね、中身がね、めっちゃ話題というか騒然となってるみたいよ。果肉感たっぷり輪切りレモン、まあこういったレモン系のね、食べ物は女性に人気があるっちゃけどね、その中身がね、ちょっとね、ビビるとよね。では早速それをツイートしてる方がいるので見てください。つくね、これ買おうとしてる人、3枚しか入ってないから覚えとくといいよ。ビビらん？3枚だって、この3枚に見えんしね。でもね、パッケージを見ると3枚しか載ってないよね。で、下に赤い何スライスっていうアイコンがあるやん、それも3枚なんで間違ってないっちゃんね。これなんかちょっとセブンイレブンっぽい匂いがするよね。それにちょっと似たような商品でこんなのもあるようです。本アジス、これは4粒でした。ガックシ、アップルシナモン、これも4粒。輪切りレモンとこのアップルシナモン、両方に共通して言えることが、袋に対して商品が少ないみたいなね。やけん開けたらギョッとするよね、これ。ビビるわ。まあ、ていうかさ、こう、最近のお菓子めっちゃ減ったもんね、昔と比べて。ポテトチップスもそうやし、チョコフレークもそうやろ。もう他も全部その、袋に対しての容量。まあ時代の流れというか不況もあってね、企業も大変なんで少なくしてるっちゃろうけど、昔と比べて内容量減ったよね、ビビるほどにね。まあこのね、輪切りレモン、まあ買う方はね、こんぐらいしか入ってないっていうことをね、念頭に置いて買うしかないし、まあこれはね、まあデザイン上も3つしかこうデザインで書かれてないし、詐欺的なもんじゃないっちゃけど、まあちょっとね、開けた時に多分知らんやったらギョッとするんで、知っておくように皆さんしときましょうね。ミルキーブルーももし買った時驚かんように心の準備をしときたいと思います。まあ企業も大変なんで、皆さん頑張ってくださいね、知恵を絞って。大変な時代だ。ではご視聴ありがとうございました。今日は輪切りレモンの中身の話でした。それでは。